皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと渡るです。今日は彼氏の渡るくんから私に質問があるらしいじゃないですか。はい、あります。何ですか？今日は、僕が前から気になってたことと、はい、あと実際にいろんな動画の中にもコメント数多くいただいてると思うんですけど、はい、そういったそのコメントの中から、まあ、実際に視聴者さんから気になるので代弁して聞いてみたいと思います。まあ、今日、はい、まとめてきたのは、5個。さすが、5個。5個。はい、結構なんかやべえ質問とかもある、もしかして。いやー、やばい質問あるかもね。じわじわこうやばくなってくる。だから質問のその難易度的にもこう階段みたいな感じ。1個目はジャブです。5個目が結構気になる内容ってことですか？だそうです。最後まで見てね。じゃあまず1つ目、はい、友人関係。ここにカンペあるじゃん。えいいじゃん。別に、なんでそんな、別にスマホ出してこうやって手に持ってよくない？いや、普通になんか動画撮ってる中でスマホこういじりながらっていうのも動画慣れしないともあるんですけど。真面目か。じゃあ出します。はい、はい、はい、まず1つ目です。1つ目です。はい、元男の子時代の友人関係と、はい、今女性になってからのこの友人関係。ああ、なるほど。のところのこうちょっと違いとかお話聞ければと、うん、はい、はい、男子時代の友達はですね、2パターンいます。2パターン、はい、継続してくれる子、何も変わらずに仲良くしてくれる子と、 あとはもうだって女だからさ、昔の感じでやるとなんかセクハラしてるみたいになんか変な感じになっちゃうから、どうやって接したらいいか分かんないっていう人がいる。あと女性の女の姿になってからの友達か、うん、そう。あ、それはね、今ね逆に悩んでて、男友達できない。逆に普段も女性の友達ばっかしか遊んでない。それはなんか機会があるとかないとかじゃなくて、ね、機会はあるんだろうけども、男性の友達との接し方が分かんない。なんか女としての接し方が分かんない。ああ、なるほど。めっちゃ悩み、それ結構難しいね。うん、普段男性と男性だったら、ね、そう、ある程度のこうなんか経験値があるから、それできるんだよね。今でもできるけど、そう、それをしちゃうと向こうが混乱しちゃうんだよね。いや、女なのになんでこんな男同士のノリみたいなしてくんのみたいな。じゃあ2つ目。はい、2つ目。これはちょっと、うん、まあ彼氏だから聞けるんじゃないかなっていう質問なんですけど。何ですか？実際、うん、元男の子時代には多分女性が好きだと思う。女性になってから、うん、その後女性と男性どっちが好きなの？ああ、でもそれコメント欄じゃない、もしかして。そうでしょ。まあコメント欄で多かったっていうのもある。ああ、うん、男子時代は確かに女性と付き合ったことあるんだよ、うん、なんだろう、自分を正そうと思って。男なのに女の人を好きになんか心からなれなかったから、それちょっと自分が異常なのかなっていうのを思ってたのよ、中学の時。だからここで女の人と恋愛したらなんか自分普通になれるんじゃないかなと思って、女性と付き合ったけど全然なんか気持ち的にやっぱ納得しなくて速攻別れたの。へえ、うん。で今こうやって女の姿になったじゃん。やっぱね、女の人は同性としてしか見れない。ああ、そうなの。うん、やっぱ女の人となんか遊んでるとなんか同性っていうか、なんか普通に楽しいし、かといってなんか男性と一緒に遊んでてもなんかドキドキするとか、なんかそういうのでもない。だから本当、好きになった人が好きになった人っていう、なんかちょっと綺麗事っぽくしか言えないんだけども、でもやっぱ恋愛っていう部分で見ると男性以外はないかなっていう。対象はあくまで男性、うん、男性かなっていう感じですかね。ってことは今は対象が男性なので、はい、ね、まあ、僕のことが好きだということですね。いや、別にそんな好きじゃない。難しいだろうな。じゃあ3つ目、はい、実際に元男時代と今の女性時代、はい、どちらのが得をしてるか、はい、まあ、経済面にしろ、あ、なんか仕事にしろ、まあ、いろいろ含めて。あのね、結構難しいんですよ。難しいんですよ。結構男時代は女性の方が世間的に得って思ったの。なんかおごってもらえるかもしれないし、そうだね、なんかみんな優しくしてくれるみたいな、うん、でもね、あ、それは私だからかもしれないんですけども、まあ、男性の時はね、うん、その例えば身支度とかさ、何、時間が女性よりかからないとか、化粧とか、まあ、そういうところで男性なんか楽っていうか、朝起きてすぐバーってなんか外出ていけるわけじゃん、まあ、うん、遅刻やばいってなってもさ、化粧しなくてもいいわけじゃん。そうね、だそういう朝のと
時とかも男性が得だと思うし、確かにね、で逆に女性ってあの化粧しなければなんか身なり身だしなみが女なのにとか女のくせにとかなんか結構言われるわけよ女性が。確かにね、うん、それ気づかなかったの。なんか女性の化粧ってめっちゃ大変だなって思うし、で逆に女の人ってその、まあ、ちょっとねあのお金とかさ、うん、男性からとかおごってもらいやすいじゃん、まあそうね、男性と比べたら傾向としたら多いよね、うん、でもその分女性はメイク道具にお金かけなきゃいけないし、あ、まあ、よくある話だね、まあ、それも確かに、うん、あとはなんだろう男性だったらさ、うん、そう自立してなきゃなんか仕事バリバリってなきゃちょっと男のくせにとかもあるじゃん、うん、そうだねってなると女性の方がまだなんかそこの部分ではなんか大黒柱にならなくてもなんか今のこの時代だと どうやか言われない言われにくい、うん、だからもうほんとどっちもどっちだなって思うんだよ。確かに。じゃあこれは、はい、まあなんて言うんだろう、この先一緒にずっといるとか、はい、まあ、長期的なところも含めて、はい、すごい多分これコメントっていうよりかは、はい、僕個人が気になる、はい、これ何個目の質問ですか。これ4つ目。あ、もう4つ目。もう4つ目早っ。はい、自分、ちょっとうろ覚えなんですけど、だいたい男性と女性って、うん、あのまあ、遺伝子的に、はい、あの女性の方が多分、うん、10年くらい長いよね。そうだよね。なんで圧倒的に女性の方が長生きするように体の構造上なってるんで、はい、で今そのもっと男の子からこう女性に変わってから、はい、そこの寿命、例えば医者からなんかこういうふうに実は言われてるとか含めて、ちょっとなんかこの場を借りてじゃないけど、明るく聞ければなぁなんて。まあ私のこの周りの人、うん、先輩方、うん、その元男性の方の話を聞く限りだと、まあ大体6、70代。6、70代、うん、平均落ちるんだ。落ちる、やっぱり落ちる、落ちます、うん、それはちょっとね、自分でも怖いなと思ってるけど、でもそうしないと生きていけないから、うん、なんとも言えないんですけども、ただ普通の、まあ、ノーマルな男性、ノーマルな女性と比べたら私は寿命は短いと思う。なんかめっちゃ暗くなっちゃったけどでもさ、確かに、ね、ちょっと希望があるのは、うん、そうカルーセル真紀さんっていう方いるんだよ、芸能界。ああ、もう本当にもっと男性先駆者、先駆者、性転換もね、もう第一人者でねやってね、うん、その方今何歳だっけ、ちょっと今ググれる、ググる、76歳。おお、すごっ、すごくない、え、希望あるんじゃね。毎朝のちょっとあのガリガリ君やめよう。それだけで伸びるわけねえだろ。でもあのね、あの女性ホルモンってさ、うん、副作用とかいろいろあるわけよ。あの、ね、この血栓症になりやすいリスクだったりとかもあるし、そう、やっぱ体にさ本来ないものを入れ込み続けてるわけだから負担がかかりながら生きてるわけだよ。5つ目最後。なになになに。おい、普通に聞いていいな。何でも OK。何でも OK。コメントもめちゃ僕じゃなくてもコメントかな、これは。うん。うん、股間だよね。股間。いろいろあるよね。うん、例えば性欲があるのか。ああ。とか、ちゃんとできるのか。ああ、営みかとか。営みがちゃんとできるのか。それはもう。成立するのか。ああ、なるほどね、うん。それはね、簡単に言うよ。うん、あの、生殖機能がないあの女性と、思ったら簡単かも。生殖機能がない女性、うん、で要は子宮がない女性と思ったら分かりやすいかな。なるほどね、うん、で潤滑油もまあ少量ながら潤滑油潤滑油もありますと、うん、あれこんなくないみたいなっていうふうに私思うようにしてる、うん、そうやって自分のなんか自信をね、あの保ってるわけですよ。そう、うん、これぐらい他なんか聞きたい。これ、いや、他にもたくさんもらってたんですけど、うん、まあ、今日のところこのぐらいで許そう。許そう、なんだほら。わかりました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。